えい、これがカタキンの強さです。はい、1枚をゲット。はい、皆さんおはようございます。ラッキーウッキーコヨッコ東部でございます。本日は6月3日の水曜日になります。今日はですね、私のホームである大倉池から調光の方をしていきたいと思います。それにしてもね、日差しがねものすごく暑いですね。さあ、このおっチャンネルではですね、後世にですね、へら釣り文化を残すために面白おかしく構成しております。もしよろしければね、番組の最後までご視聴いただけるとありがたいと思います。へら釣りってね、おじさんばっかじゃないですか、やってるの。これをね、若者にやらせないと次の世代にね繋がらないんですよね。だからわざと面白おかしく編集してあります。普段からこうじゃないですよ。ひょっとしたらね、普段からこうかもしれないです。そこはね、皆さんのご想像にお任せしますよ。へら釣り文化をね、なんとかしてね、後世に残したいと思っております。そこをね、ちょっとご理解していただいて、ご視聴していただけると、ありがたいです。それとですね、一度ですね、皆さん、おっチャンネルを見るにあたってね、概要欄の方をね見ていただけるとありがたいと思います。一度ね、概要欄の方見てくださいね。いろいろ書いてありますんで。それではですね、今日も調光の方をしていきたいと思います。本日はですね、7尺丹沢のですね、7尺丹沢の簡単セットをやっていきたいと思います。私みたいにね、皮膚の弱い方とかですね、パラソルを持たずに朝のね短い時間で調光される方はですね、日焼け止めクリームとか塗ってですね、日焼け防止対策してください。外はね暑いです。今日もね、27度ぐらいになるとか言ってましたね。特にね、風がないんでね、今日風が出るとかは言ってなかったんで、余計ね暑く感じると思います。それではね、元気よく釣りの方やってくぜ。はい、本日のバラケーサなんですけど、バラケマッハ S ピンクの段差釣りバラケですね。あと段差バラケ、新 B とサナギパワーになっております。あと、食わせの方はね、簡単です。簡単の方にはですね、おなじみの私大好きトロスイミーが入っております。餌の方ですね、各一杯入れました。よくね、攪拌します。で、そこにですね、お水の方、一杯入れます。そして、水つけてですね、熊手状にしてかき混ぜます。私の池ではですね、非常にジャミが多いんで、ジャミがつっついてもね、餌がね落ちにくいように、粘りがね出るように練っていきます。こんな感じかな。よし、でね、餌をたくさん作られる方はですね、餌ボール2つに半分ぐらいね取ってね、半分ぐらい餌を分けてですね、もう一つの餌ボールに入れて管理していくといいでしょう。できました。はい、それでは簡単作っていくよ。まあ、蓋のあるね計量カップかなんかにですね、お水の1杯入れまして、そして見えるかな、うわー、こぼれちゃう。ペットボトルのね、キャップ1杯の簡単、私の場合ね、いつもちょっと大盛り入れてますけど、固めの餌を作りたいんで、わざとそういう風にしております。それでは入れます。いやー、そしてシェイク。うわ、大地のリズムが聞こえます。水のね音がしなくなったら OK です。はい、水の音消えました。開きます。いい、こんな感じね。そして
少しやります。暑いんでね、大量に作るとね、後半餌がだらけますんで、もうダラダラになってね、使えなくなっちゃうんですよ。まあちょっとそういう時はね、最初から少量を作って、なくなったら新しい餌を作りましょうね。蓋の裏にもついてますんで、ちょっとねってね、腰の方をね作ってあげるといいでしょう。あとはこいつをですね、こいつをポンプに入れて、使用していきます。ポンプの方はね、少し水つけるといいと思います。完成だ。はい、こいつを主張していきます。はい、それではですね、実際に打っていきたいと思います。今日は7尺のですね、7尺の簡単セットです。はい、せーの、わっしょい。私一人なんでね、声に張りがありますよ。なんとかね、一匹釣ってね、帰りたいと思います。一匹と言わずね、両目開いて帰りたいと思います。ちら、いつも応援してくれてる方、ありがとうございます。沼さん、しげさん、はまちゃん、けんさん、なみちゃん、まーくん、ありがとな。よし、それではですね、動きが出るまでね、打ち込んでいきたいと思います。はい、皆さん大好きなね、場所にやってきましたよ。ポジションですよ。せーの、わっしょい。はい、着弾。はい、道と沈める。そして浮き探しの旅、今日はここだ。お、今ね、魚ちゃんの顔出しました。はい、餌つけましょう。はい、せーの、わっしょい。はい、道と沈める。そして浮き探しの旅。おお、見ました、今の。皆さん素晴らしいですね。違うな、違う、これじゃない。もっとね、強い当たりが来るんですよ、ヘラの場合。これからね、夏に向かってね、この大倉池っていうのはね、どんどん釣果の方が悪くなっていく池でございます。ちょっとね、水深の方がね、浅いんで、池がですね、温まるのが早いんですよ。そうすると魚がね、やっぱりね、熱くなっちゃってね、追わなくなりますんで、それがね、釣果が下がる原因だと思います。いい釣果を楽しんでおります、東米です。浮きはね、よく動きますよ。邪魔ばかりですけどね。おー、わっしゃい。モロボちゃんです。東米でござりんす。丹沢のセットをやってたんですけど、ちょっとね、あまりにも魚の方がですね、釣れないと感じましたんで、直感ですけどね、ひょっとしたら釣れるかもしれないですけど、ちょっとここでね、仕掛けの方全体的に変えます。10尺のドボンやってみます。ドボンで餌の方はですね、燃える男の団子ベルト&バラケマッハ、こちらを加えてですね、釣果の方、町の釣りをやってみたいと思います。あー、釣れんかもしれんけどね、最後まで見てくれよ。あと若者たち、前も言ったけどな、
ルアー釣りだけじゃなくて、ブラックバスだけじゃなくて、ヘラ釣りもやってくれよ。待ってるからね。それではですね、2回戦やっていきたいと思います。10尺ドボン、町の釣りです。待ってろよ。はい、ペレドーとですね、ペレドーの方をちゃんとだらけま配置入れました。かなり、ね、重たい餌になりますので、これでですね、ドボンやってね、少しあの町の釣りをやってみたいと思います。全くね、上でね動かないときは下にいる可能性がありますので、釣れるかどうかね、やってみないとわからないですからね。まあ結果はどうあれね、挑戦したいんですよ。そういう考えの人間なんで、お付き合いよろしくお願いしますね。はい、やってきますよ。これの、わっしょい。はい、仕掛けの方ですね、意識変えました。10尺中通しドボン、カタキンでございます。これでね、調光の方していきたいと思います。これでね、ドボンにすることでですね、あの同じ場所に確実に餌を落としていきます。まあ、これでね、立派なこと言っとって釣れんかったらごめんなさいね。ハリスのホース使っております。お、はい、はい、来た、はい、これがカタキンの状態、強さです。はい、1枚ゲット。はい、どんなもんでしょう。とりあえずね、釣れましたよ、1枚。あー、ごめん、周回してあげる。暴れないで、暴れないで。はい、とりあえず1枚ゲットしました。仕掛けは10尺のドボンに変更しております。先ほどね、浮かしたのか。先ほどあの1匹釣り上げたらね、仕掛けがねちょっとやられちゃいましたんで、新しく作ってたらね、時間の方ね結構費やしちゃいましたね。で、ドボンの利点はやっぱりね、同じ場所に餌をね、はい、来た。あー、しまった。外されましたね、残念。はい、皆さんお疲れ様でした。本日の証拠2練り、終了しました。1練り目はですね、丹沢のですね、簡単セット。2練り目の方はですね、10着の、ドボンですね、こちらの方やりました。結果はね、1枚だけでした。まあ、ドボンの時はですね、1枚とあの素手がね、実は2、3あったんですけど、まあうまくね撮影の方できませんでした。残念ですね。次はもっと頑張りたいと思います。もっと釣りたいんですけどね、難しいとこです。それではですね、これからですね、皆さんあの釣りにたくさん行かれると思います。発生したゴミとかですね、そこで食べる食事の残りカスとかね、必ず持ち帰ってね、うちの方で処分していただくようにしてください。そういうことをね、やらないとね、ゆくゆくあの釣り場がなくなっちゃいますので、ね、よろしくお願いしますね。それではいいねと登録もよろしくお願いします。決まった。でも今日は1枚だけでした。ではまた。